本日のおもてなし効果は濃厚な豚骨スープがうまい2代目健之助です。天神駅から徒歩3分ほどで中央郵便局や日銀から道路を挟んで向かい側のローソンとベローチェの角を入ったところにあります。お店の前には大きな羽釜があり目印になります。こちらの場所には以前一風堂太郎さんがありました。昔の銭湯のような絵もあってなかなかいい感じです。テーブル席とカウンター席があります。厨房からはもくもくと湯気が立っていて食欲をそそります。チャーシュー麺を食べたい気分なんですが、味玉ラーメンもうまそうです。こちらのお店は天津飯も美味しいと評判です。今度ランチセットで天津飯を頼んでみたいです。味玉と海苔の追加ができるのはかなりそそられます。水曜日はレディースデーなので女性は晩酌に良さそうです。高菜は置かれていないんですがニンニク醤油があります。ものすごいボリュームです。スープが濃厚なのが一目でわかります。チャーシューも大ぶりで食べ応えがありそうです。これだけ濃厚なのに豚骨臭はあまりありません。健之助さんはもともと仲のいいご友人同士で東区若宮にお店を立ち上げられたのが始まりのようです。3年ほどご友人同士でお店を切り盛りされていたようなのですが、現在の大将は他のお店で学んでみたいという思いから博多新風さんの門を叩いたようです。そこでラーメンについて徹底的に学ばれ、数年後健之助さんの閉店を考えられていたご友人たちから声をかけられ、後を継ぎ、その際お店の屋号に2代目と付けられたとのことです。初代の健之助さんから受け継ぐ自家製麺と羽釜を使用して強力な火力で炊く豚骨スープを合わせた一杯は、濃厚ながら臭みがない完成度の高いラーメンとして評判です。かなり濃厚でとろみがあります。自家製麺うまそうです。細麺のスープの絡みつき具合がすごいです。この絡み方はやばいです。めちゃくちゃ濃厚です。それでいて骨のざらつきのような粗さがない感じです。やはりスープとの相性抜群ですね。大きなチャーシューはトロトロになっています。うまいです。ボリューミーでもしつこさはありません。海苔とラーメンのスープって最高ですよね。うますぎます。2代目健之助さんのお店の接客についてなんですが、明るく元気いっぱいで調理場の方まで顔を上げてこちらを見て挨拶していただけるような接客のお手本のようなお店でした。経験が浅そうなアルバイトの方への教育も見ていて微笑ましくなるようなパワハラとは無縁な感じで非常に好感が持てました。